ハイラル軍を破り、3つのトライフォースを手に入れたガノンドロフは、巨大な闇の力で次々と魔物を生み出しました。世界の大半が魔物の手に落ちた頃、ガノンドロフは姿を消してしまいます。ハイラル城を追われ身を潜めていたゼルダは、ガノンドロフの不在に気づくと、わずかに残っていた戦力を再び結集しました。ガノンドロフが姿を消している今、ザントとギラヒムさえ倒せば闇の軍勢を壊滅に追い込めるかもしれない。目指すは敵の本拠地ゲルド砂漠。ゼルダとリンク、その仲間たちのもと、ハイラル軍は再び動き出したのです。
Thank you.
Woohoo!